ピアノの水谷智彦です。ピアノの星尾舞です。バイオリンの野頭直です。チェロの吉田まどかです。ピアノトリオは、弦楽器のバイオリンとチェロ、そしてピアノという、3つの楽器で弾かれることが、一般的に一番多いんですが、やはり、ピアノは打楽器で、弦楽器の他の2つは、なんですか、弓を使って弦なので、音の発音の仕方がやっぱ異なるので、どちら側もその弦楽器はピアノ側に、ピアノは弦楽器側にっていう、うまくこう寄り添い合って調和させるっていうことを、気をつけて演奏しています。ピアノトリオはピアノと弦楽器のアンサンブルの編成の中でも、割とこうそれぞれのこうソリスティックな、面をこう聞いていただける編成だと思うんですけれども、その楽器の方々の息遣いを聞きながら、それと一緒に皆さんでハーモニーをこう一体となるようにこう作るっていうことをいつもこう心がけながら演奏しています。はい。そうですね、私は、ピアノトリオっていうのは弦楽四重奏とかに比べてある程度自由に動きやすい部分もある、編成だと思うので、その時その時で、他の仲間のお二人がどんな風に弾くかとか、その時の会場の響きとか、その時その時のその一瞬にしかない音楽を大事にするように心がけています。もうすでに話も出てたんですけれど、やっぱりそのピアノトリオってピアノと弦楽器で分かれていて、楽器自体が違うので、その、楽器が違うけど、その中でどういうふうにこう、アンサンブルするっていうのもそうですし、響きをどう合わせていって作るのかっていうところはすごく大事なところだなと思うのと、あと個人的に私はチェロなので、どうしても、自分の悩みでもあるけど、ちょっと音が飛びにくかったり聞こえにくかったりするところが、ピアノの左手と大体同じところを弾いていたりとかもするので、そのあたりをこうどういうふうに調節していくかっていうのも大事にしながら、取り組んでます。
ミレニアムホールは、学生の頃から何回も弾き慣れてきたホールで、もう数えきれないぐらい弾いているんですけど、いつもこう新たな発見があるというか、すごく響きがいいホールなので、あの練習ではこう感じることのできないなんかこう、響きのこう飛び具合であったりだとか、そういった音色の部分もいつもこう参考になるなというか、すごくこうミレニアムホールに成長させてもらったなっていう個人的なあの感覚があります。はい、私は今回、2回目の演奏だったんですけれども、1回目はソロで演奏させていただいて、今回弦楽器の方と演奏することになったんですけれども、もうソロの時でもすごくあの音の響きを感じられたんですけれども、今日は特にその弦楽器の方 の, あの音の、こういうホールにこう流れる、こう広がるこう空間をすごく感じながら演奏することができたなと思って、すごく本当に素敵なホールだと思います。私も水谷先生と同じく大阪音大の出身なので、あの本当にこのホールでたくさんの思い出があるんですけれども、今日は久しぶりに弾かせていただいて、あ本当にあこんな景色だったなっていう懐かしさと、そしてあもうこんな素晴らしいホールでいつも演奏できていたんだという、あの改めてそう思いました。室内楽やソロの演奏を卒業後にする時ってこのぐらいの大きさのホールが割と多いと思う。700線というよりかはこのぐらいの大きさのホールが多いと思うので、とってもあの勉強になっていたんだなと改めて思いました。私は今回あの初めてここのホールで弾かせていただいたんですけれども、とにかく本当に響きがすごく良くてっていうのはもう一音目弾いた時からとても感じていて、やっぱりその、ホールで毎回練習するわけにはいかなくて、別の場所で事前に合わせをしていたりとかした時の環境とまた全然違うので、その楽器がすごく響いてくれるっていうのは、私のなんていうのかな、その弾くことのやっぱり助けにもなってくれますし、でその響きを通してどれぐらい、どうしたらそういう風に響かせられるんだろうっていうことも考えながら、それによって奏法とかも変わってきますし、本当に勉強にもなるすごく素敵なホールだなと思いました。
教員、まあ、今は教員という立場になったんですけども、あの、まあ、変わらず、まあ、新曲に、今日は新曲だったんですが、取り組んでみたりだとか、まあ、ずっとこう勉強し続けたいと思っているので、まあ、学生さんもパワーをもらいながら、僕もずっと勉強し続けたいなと思います。はい、私も大阪音楽大学で、教員させていただいてるんですけれども、今水谷先生がおっしゃったように、もういつまで経っても常に新しい作品に取り組んで、こう勉強を続けるということが、こう音楽家のすごく、まあ、醍醐味でもあると思うので、学生の皆さんはまだこれからまだ先すごく長いと思いますけれども、はい、こう挑戦することをずっと諦めないで、でこうソロの演奏だけに限らず、今回のようなアンサンブルの作品も本当にたくさんあるの でいろんな作品に興味を持って、続けていってほしいなと思っております。私たちも今でもそうですけれども、やっぱり練習する時間は孤独でしんどいこともたくさんあるんですけれども、それで何かできるようになったり、こうやってみんなと一緒に弾けるようになったりしたら、必ずそれが世界が広がって、絶対楽しいこと、上手になることは楽しいことを知ること、楽しいことにつながっていると思うので、私たちも頑張るので、一緒に頑張りましょう。ロクアラベルという作品に今日取り組んで、古生先生はフォーレの作品に取り組んで、まあ、お二人はどちらも弾かれたんですけど、まあ、ラベルとフォーレって同じフランスの作曲家でも全然こう対照的で、まあ、ラベルがどっちかというとすごいこうなんか表向きのこう表に発散する音楽だとしたら、フォーレって結構内向きというか自分のなんかこう内向的な感覚があると思うんですけど、なんか弦楽器で弾くときってどういうことをなんかこう変えてるというか、なんかそう音色の変え方とかってあるんですか？やっぱりフォーレはこう溶け合うことを必要とする場面がすごく多くて、例えばバイオリンとチェロがずっと同じユニゾンオクターブ差で弾くとか、3人で1つの音を作る、1つの和声を作るっていう時が多くて、ラベルはその時ばっかりじゃないよ、なんかこうビビッドに一人一人の輝きみたい、きらめきみたいなのがパッパって出てくる時もとても多いから、そういうとこのなんかチャンネルみたいなのはちょっと感じてるし、続けていくとちょっと難しいなと思うところの一つでもあるかなと思います。なんかもう全部言ってます。
くつになっても、まあ勉強するって音楽をやっていく上で常にこう勉強し続けたり、うん、自分の新しいレパートリーを増やしてるっていうのはすごく大事なことだと思うんです、うん、なんかなのでまあこう音大を目指す方も、まあ、受験曲をさらったりとかして音楽音大入ったらいっぱい試験があってそれぞれにやらないといコンクールがあってやらないといけない曲があって追われていっていくと思うんですけど、まあなんかそれをじゃあ音楽生終わったら終わりとかじゃなくて、まあ、常にこうなんか自分の新しい部分とかを開拓していきたいなってこう思うんで、うん、なんか今日弾いた曲4人とも初めて、うん、初めての曲の喜びとかはいつになっても今の方があるかもしれない、まあ、それは、ね、やらなきゃやらなきゃって思ってるけれども、うん、新曲さらうって結構大変で、うん、時間もかかるんでやっぱ忙しくなってくるとなんか持ち曲でやっちゃいたいなって思う時は緊張するし、でもそれをやっぱり乗り越えた時のこう楽しさというかその最初のリハでは見えてなかったところがやっぱだんだん回数重ねると、あここがこうなっててこうなってっていうその全体的なものも見えてきたりっていうのがやっぱり面白いから新しいことには何かができるようになるとか成長するとか分かるようになるとかそれも全部そうだと思うし、なんか今までやった曲も違うようにまた見えたりとかすることもあるんで、この曲をやったらなんか前やってた曲が実はこうだったかもみたいな、その先練習とかがしんどくてもその先で特にこうやって分かち合えるのは嬉しいなって思います。はい、皆さん大阪音楽大学で待ってます。一曲目は1849年10月と楽譜に書かれていて、その17日に亡くなったショパンへの追悼とも言われていますが、リストの祖国のハンガリーの革命で命を失った仲間たちを悼む思いで、書かれたとも言われています。リストがイタリアへ訪れた時に見た、絵画、ルネッサンスの巨匠ラファエロが描いた、聖母の婚礼を見て感銘を受けて書かれました。どちらも内容の深い曲です。
3曲目は、リストならではの技巧的な超絶技巧練習曲から意味深く怖い、神話のような第8番を弾きたいと思いました。それぞれの曲のキャラクターを考えて、イメージをして音を出すこと、何よりも作品を愛することが大切だと思います。たくさんの演奏会や充実した施設、そして志が高く、楽しく学んでいる学生さんたちであふれている大阪音楽大学へぜひいらしてください。